太陽チャンネル。皆さん、お年玉持って集合。はい。はい、集合。ということで、今日はね、昨日たくさんお年玉もらいましたか。はい。ということで、みんなの財布がもうパンパンになっておりますね。ただね、この財布の中はね、ここ 2,3 年ぐらいのお年玉が入ってるからね。じゃあじゃあそのお金でパンパンになってるから使いに行きたいと思います。タイは何買うの？2個。新しいの？翼は何買うの？レゴ。ランちゃんは可愛いやつの。ランちゃん可愛いやつの。アウト。ここ行ってくるからね。ね、はい、行ってらっしゃい。あ、あとね、昨日福袋で買ったこちらの、ハイセンスのテレビ、すごい白飛びしてて真っ白で見えないんだよね。横から見ると真っ白けけになってんだよね。まあハイセンスが悪いわけじゃないと思うんだけど、こちらを今日は見たいと思います。さあ、いくらになるでしょうか。はい、到着。ひとまずね、トイザラスに来ました。はい、行きましょう。レッツはい、買ってきました。今ね、トイザラスで買ってきたもの、太陽がフォートナイトのコレクションミニフィグ、こちらがね999円。1000円いかない。翼がね、レゴの新作のミニフィグ、これが10個で4490円。うん。で、ランちゃんがなんとファントミの衣装、衣装と、あとね、トランクとなんか鍵っぽいやつ、なんとこちらが3点とも全部 20% オフ。うん、20% オフで、ランちゃんの合計金額が8317円。一番使ったね。じゃあ太陽がね、なんかゲームソフトが欲しいみたいなんで、次はエリオンに行きたいと思います。よし、はい、じゃあテレビ売ってきたからね、じゃあ結果発表しましょうか。4万円で買った福袋のテレビ、なんだその嬉しそうな顔は。2万5000円でした。すごくない？マジほぼ返ってきた。4万円。すごくない？1500円かと思った。向こうもほぼ未使用品ですねみたいな感じで、うん、いやもうほぼ新品ですって言って、うん、ということで、はい、次の頭くんにしたいと思います。次はね、太陽がなんか欲しいやつがあるみたいなんで行きたいと思います。よいしょ。はい、今エリオンから買い物してきました。はい、買ったのランちゃんランちゃんランちゃんね、レミンソラン傘靴セット1930円。でもう一つ、さらにレミンソラン体温計マスクセット1870円。おい、翼アニアフレンズ犬450円でした。じゃあこちらの方にね、全員の合計額出しておきます。で、太陽がね、プレイステーションのフォートナイトが欲しいって言ってね、ソフトを見に行ったんですけど、売ってませんでした。なんで太陽はダウンロード版でね、家に帰ってからダウンロードしたいと思います。プレイステーションで1からフォートナイトするそうです。はい、ということで太陽チャンネル家のお年玉で何買うの企画、はい、こんな結果になりましたね。はい、テレビもね、ちょっと買おうかなと思ったんですけど、さすがにね、子供たちがもうこんなんなんで、また夫婦でね、見に行きたいと思います。ということで太陽チャンネルでした。バイバイ。バイバイ。なんと太陽チャンネル50万人記念のボールペンが発売だ。というわけで、はい、記念グッズはこちらです。太陽チャンネルの
50万人達成記念ボールペンになります。可愛くない？ね、いろんな色だとか、夏ぐらいからずっと打ち合わせずっとやってきて、まあまあ、初心を忘れないということでね、はい、白にしました。ちょっと開けてみようか。よっ、あった。白でぐるーっと回したらこんなデザインになってます。縦型ですね、デザインは。そしてこちらの気になるお値段、似てない？あ、700万円でーす。出たー。はい、700円でございます。はい、ちょっとね高いんですけども、ね、まあ、今しかゲットできないですから、こちら。はい、で販売期間、本日から2020年1月の20日まで、1ヶ月ないんだよ。1ヶ月ないからね、もしこちらを欲しいっていう方はね、1月の20日、23時59分までに買ってください。はい、よろしくお願いします。それではみんな買ってねー。バイバーイ。